はい、今日は群馬県の渋川総合公園かなで、ピクニックに来てますいや、ピクニックじゃなくてサークルパーティーっていう、欧州社を中心としたイベントに来てます。で、今回も一応ラガーコーポレーション、ブース出させていただいてます。はい、で、今回はロッテホームメインで、展示させていただいてます。で、ロッテホームのホイールと、あとですね、今回から一応、新しいデモカーとしてアウディの S3、はい、を製作して持ってきました。はい、で、ロッテホームのデモカーでもあるんで、ホイールがいっぱいあるんで分かんないです。はい、この PGT っていうファンゾーワンピースモデルですね、これを履かせてます。はい、でフィニッシュがフルポリッシュ、まさかのフルポリッシュです。で、ワンピースでフルポリッシュなんで、こうインナーリムも全部ポリッシュです。すごい。はい、でサイズがこれ19インチ、はい、を履かせてます。いいね、フルポリッシュ、はい、目立ってます。で、今回一応これアプトのデモカーでもあるんで、一応めっちゃパワーアップするユニットもついてます。ちょっとそれ後でインサートとテロップでご紹介したいと思います。はい、あと足回りが BC レーシングの車庫場で、会場見てもらえば分かると思うんですけど、もうベタベタの車ばっかりなんで、それに合わせて限界までローダウンして展示してます。はい、あと今回、ブレーキパッド、ディクセルさんにご協賛いただいて、ダストの出ない、やっぱりこのピカピカのホイールですから、ピカピカがキープできるの重要です。はい、なんでタイプ M、はい、ダストが出ないタイプ M のパッドに、してあります。ディクセルさんありがとうございます。はい、ダストの出ないブレーキパッドはぜひディクセルさん。はい、で、イベントまだ始まってないんですけど、ちょっと会場ぐるっと一周先に見て回りたいと思います。もう梅雨明けして、もうこの天気やばいです。もうちょっとタオル持ってきます。いつも以上にテカっております。はい、で、どの辺から見ていくかな。もう基本的に欧州車カスタマイズしてるショップさんが、この辺がショップブース。はい、で、かなりアウディ多いね。多いですね。はい、これめちゃめちゃかっこいいね、緑の。鈴木さんを発見いたしました。めっちゃ被ってますけど、いろんな音が違ってます。業界の大御所鈴木さんです。業界の大御所鈴木さんでございます。わかりました。やべえっすね、今日。もうちょっと半端に履き替えようかな思って。短パン営業する。半端、はい、これ怒られないギリでこう七分丈にしてください。うちの会社も半端はちょっと未だかつてないから半端になったらちょっとやべやかな。僕勝手に紹介します。はい、橋本コーポレーションさんのブーツは、アウディ TTS、 はい、リーガーチューニング、リーガーのリップいいんだよなこれ。はい、で、あと Z ファーモアンスのホイールと、ローダウンと、あとカーベだもん。あー、ローダウンカーベ、はい、カーベとアクラポゴが展示されております。で、クロスオーバーのブートレイル、はい、R60電気です。電気、はい、あ、でもオーディオもやってある。内装もプチ張り替えがしてある。珍しいね、あのクロスオーバーに単造がまず珍しいし、サイズもだいたいでっかいの入っちゃうけど。17ですか。17ですね。17、はい、本当だ。すごい、フィニッシュが独特なツーピーのウェルドですかね、これ多分。うん、ザラザラのツーピーですよね。そうかな、ぽいね。あー、違う、ボルト、あ、じゃあスリーピーか。うんうん、で、裏止めでパッと見溶接ツーピーのっぽい感じの、うん、US マーカーついて、わ、すごい。グリルもなんかあのピックアップトラックの荷台塗るような、なんていうんだっけこの塗装、しぼしぼ、逆しぼ塗装、しぼしぼ塗装、すごい、いわゆる、あとハイブリッドエア、 BC レーシングさん、誰もいないんで、はい、本当に芝生いいねこれね。芝生いいですよねこれ、なんか海外のイベントみたいな。多分これランナウェイさん押して、ミナガ TT、 TT 多いですね。多いね。てかアウディ多いね。多いですね。本当アウディばっかですね。へー、かっこいい。天気いいし、芝生緑色だから、こうやっぱりさっき鈴木さん、橋本の鈴木さんも言ってたけど、ちょっと色映えるねこういう車ね。あと APR さん、はい、すごいんだよねこれ。これすごいですね。スマホでなんかマップ変えられる、はい、
やめっちゃ速くなるっていう、はい、でなんかここが芋のかなんかのインテークだからそうそうそうパワーガン上げても大丈夫っていうふうに聞きました。燃料が、はい、あのあれです。リスワン。リスワン？リスワンです。温度チャンネル。社長じゃあちょっと解説お願いしていいですか。はい、はい。こんにちは。はい、S1 ですか？S1 です。はい。J ファクトリーさんのデモカーで。はい。はい。こんな感じでエンジンチューニングですかねやっぱり。そうですね。はい。ですよね。タービンは、はい、純正の。IS38、はい、IS38、S3 とか DTS、ああ純正流用でってことですか。そう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 。でブースト上げてあるんですか。それで、はい、ブーストもまああの APR でプログラムとかして、でオリジナルなところはクラッチが、はい、あのアルゴスオグラクラッチ、はいはい、のツインプレートの、はい軽量フライホール、なのですごい、はい、もうサーキットで街乗りでもバンバン行ける。アルゴス使いやすいですよね。はい、マニュアルです。はい、6速。社長これどれぐらい出てるんですか。380ぐらい。でデフが強烈、ドレクスラー機械式。ゴリゴリのサーキット仕様じゃないですか。エンジンマウントももうやばいですねこれ。はい、エンジンマウントもあのこれイギリス製のエンジンマウント。もうほぼリジットじゃないですか。はい、レースマウントですね。アイロン。すごい。アイロンです。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます社長。ありがとうございます。ありがとうございます。ショップブース、ショップの方に解説してもらおうと思ったんですけど、あの会場の雰囲気でこの緩い感じなんでショップの皆さんがいません。はい、というわけで勝手に見て回りたいと思います。はい、これ1220インチ 21? 20これすごいね。これエアーでしょ。アクエアだから。いやそうですね。でエアーで落とすためにわざとインセットを入れて使ってるのかな。いわゆる面打ちだよ、ね、これすごいのがキャリパー見てもらうと分かるじゃないですか、うん、ビアスボルトの色と同じなんです。もともと1221 の, この紫の色をビアスボルトを塗るっていうことは決まってたんで、うん、そのカラーサンプルをバナマさんに送ってキャリパーを塗ってもらってたんです。へえ、すごい、ね、足元めっちゃお金かかってるね。こっちがケイマン。ケイマンすごいね、これ超ワイドボディだ。すごい、フェンダー見てこれ。リベットとかじゃないから。お、すごい。すごいね、これ。丸に？丸に。あ、これここあるの。いいね。なんかちょっとこうクラシックな車に芝生でさ、この天気。あー、そうですね、いいですね。めっちゃ綺麗。中もめっちゃ綺麗。超クリーン。いいな、なんか丸2にこの車外のハンドルとかいい。かっこいいですね。これまたこっちもいい色だな。これバランスヒットさ。すごいな。うわ、すごい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 。見て見て見て。見て、すごくない？これをすごっ。もうだって2人しか乗れないよ。しかもホワイトレーザーすごっ。これ、これどこなの。あ、これニュートレーザー。あ、そうなんだ。これ多分ミスレーでセンターキャップニュートレーザー作ってるやつだと思う。あ、そうなの。かっこいい。へえー。あ、これもわざと入れてあろう。車高落とすから。って言ってもあれだよね、 RS だからもうフェンダーボーンって出てるからとんでもないサイズのが入ってるんだよ。これもいい色ね、これ色がすごいですね。 HRE21 かな。 101 SC、ポンチブレーキキワッキワだよ、もういいね。内装、このベージュの内装とかいいよね。このボディカラーに内装、このボディカラーでのベージュの内装とかなんかアメリカ、映えるな。芝生いいね、なんかシャコタンに見えるよね。確かにそれあるかもしれない、ね、アスファルトとかコンクリの上よりシャコタンに見えるよ。それじゃあちょっと一般の方の駐車スペースの方も見て、ま、割ってみる、見て回りましょう。
はい、ちょっとじゃあ一般エントリーの方を見てみたいと思います。めっちゃ暑いもん。半端ないね。ピクニックとか行ってる場合じゃないよ本当に。ワーゲンバス、すごい。もうむき出しじゃん。だってもうサビないんですかね。わかんない。サビがついてるね。すごいね。うわ、これもすげえピカピカだね。うわ、やば。すごい。超ピカピカですね。ありがとうございます。すごい。ニュートレイル。これニュートレイル。はい。マットブラック。マットブラック。アウディ多いね、本当にね。はい、ベジリーのやりテープがついてる。これもニュートレイルだね。かっこいいな。やっぱりアルティオン結構いいよね、映えるよね。これしかもブレーキも入ってる。ブレーキも入ってる。これ21だね。APR やってあるよ。じゃあ速くなってるやつだこれ、ランナウェイさんでいいですけど。フルポリッシュじゃん。すごいねこれ。これ去年確かは、インナーリムは全部ポリッシュ。すごい。これフェンダーも作ってるの？そうです。ここは、マンハードっていうところのブリキッド。去年アワードなんだこれ。そうですね。すごいワイドじゃないこれ。かなりワイドだな。5センチぐらい出てる。本当はでもこれ落としちゃいけないやるだったんですけど、これ落とせるように。ああそうなんだ。あ、じゃあ全部インナーも加工して。タイヤとこの裏がすごい近いんですよ。ストッピンアークのこのリップって。3リップの下に。すごい。このまた映えますね、緑と。えぐいね。あ、芝生の緑とボディカラーのグリーンと、あ、これニュートレイルか、はい、これなんかディスク裏組みしてるとよりこうディスクちっちゃく見えるよ、ね、すごいねこれ。ディスク14インチ。いやそうだよね、ちっちゃいです、だいぶちっちゃい。だってめっちゃこうなってる、すごい、めっちゃ多い。もう本当に一般参加の方はもうピクニックな感じでテント張ってご飯食べて。いいね、そういうイベント。そういうイベントあんまりないね。そういうイベントないね。だからある意味こういうイベントは、貴重だよね、みんなで。はい、すごい京都ナンバーだよ、ね、すごいな。これすげえツラツラだね。ツラツラっすね。アブソリュートファジオ、US のドランクヘッドライトの。これもすげえな。これすげえ出てるね。このぐらい出てる。でもしかもちゃんと造形されてます。これエアかな。ブンロケンさんいいね。うわ絶対なんかカニ食われた。ウムさんもかっこいいですけど、カブかっこいいですね。これやばいな。ホイールがパンパンじゃなくて、このタイヤと組み合わせてパンパン。あ、いいですね。RE71R、ちゃんと走れるよ。あー、すごいすごいすごい。レカロのポスター入ってる。いいね、このタイヤも含めてパンパンいいね。俺こういうの、ブラックスタイル、いわゆるブラックスタイル。こういうの好き。ゴーとかあんまりいじってる車は少ないよね、はい、この辺いじったらかっこいいよね。 F10 あ、ほんとだ。はい、ロティフォーム発見いたしました。はい、Z4。 おしゃれなのか。おしゃれ感がおしゃれ、うん、あ、でもちゃんとレムスのマフラーになってて、ちょっと車高も結構いい感じ。壁かな。なんかおしゃれ。
これリアの方がちょっとコンケーブしてるやつですね。してますしてます。リア GJ です。フロント8ハンドリア GJ です。内装もこの明るい内装ですわ。ベージュの内装でおしゃんです。すげえおしゃれ。ボディカラーもシャンパンで、いいね。これ色やばいね。すごっ。これ去年のオートサロン出店してた車ですね。これラッピング？ラッピングです、ラッピングです。ラッピングか。そうだよね、こんなネズミ色みたいの。すごっ。ホイールはリペイントしてますね。あ、そうなんだ。色が変わります。ボルトもチタンのボルトになってます。テンションのチタンボルトが入っております。これはアドバンスイートさんの車。あ、そうなんだ。で、お隣のエアロディスクちゃんも。ザ・正しい履き方、エアロディスク。正しい履き方です。はい、エアロディスク。これをだからあれだよね。印刷してるんですね、ホームページからダウンロードして印刷して貼ればいいんだよね。はい、前だけエアロディスクつけて、後ろつけないで。結構サイズ的にちょうどいいね。そうですね。うん、フロントスペーサーかな、確か。車庫調の兼ね合いでフロントだけスペース入れたんですけど、うんうんうん、いいね、古い BM ね。すごい。中も綺麗、車庫感だな。ユーセットライトになってる。あ、これロティフォームなんだ。すげえコンケーブしてない。してますね。しかもブレーキがほぼ見えないけど、すごい。内装も、あ、すごい、オーディオも全部やってあるよ。すごい、すげえ。これもポリッシュ、クロームか、これは。クロームじゃないですか。クロームだね。こちらも。あ、こっちもロティフォームなんだ。あ、こっちもちゃんと US ヘッドライトになってて。あ、でもこれ US ヘッドライト？左ハンドルだから、栄光なんだよ。栄光かな。白金いいよね。かっこいいですね。好き。これすごい。すごい。ベースは普通のツーリング、これツーリンジンってことだね。 M5 ツーリング。はい、というわけで今回は群馬県の、渋川総合公園かなで行われた、サークルパーティーの様子をお届けしました。非常に雰囲気のいいイベントでしたね。さすがなんか芝生でこうあまりない感じのイベントだったんじゃないかなと思います。はい、というわけでチャンネル登録って言おうと思ったら T シャツ着替えてました。はい、というわけで来年もぜひ参加したいと思います。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。